どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。お、霊夢、ドラゴン戦車と戦っているということは。そうよ、ついにクロノトリガーも2周目をスタートしたわ。取り逃しの回では散々ひどい目に遭っていたからな。2周目も楽しくプレイできるんじゃないか。そうね、1周目なんかは懐かしい気持ちでいっぱいだったけど、忘れていることも多くて意外と苦戦もしたわ。ドラゴン戦車も、序盤のボスにしては、頭を先に倒す必要があったり、その頭に属性攻撃が効かなかったりと、意外と強敵だしな。ふっふっふ、でも2周目の私にとっては敵ではないわ。その割に結構食らっているようにも見えるが、まあそれも余裕の表れということにしておくか。よし、撃破したわ。この倒した後の演出がかっこいいのよね。そうだな、そしてその後の大臣たちが橋になる演出もコミカルでいいな。こいつらには散々ひどい目に遭わされたから、思う存分踏んでやるわよ。ちょっと危ない発言みたいになってるけど、大丈夫か霊夢。この野郎この野郎。だいぶ踏むな。大臣をしつこく踏むって結構あるあるじゃないの。てっきりみんなやるものだと思っていたわ。ここまでしつこく踏んだかどうかはわからないが、多少なりとも、当時ここで憂さ晴らしをした子供たちも少なくはないかもな。それじゃあ今日はクロノトリガーのあるあるについて、一緒に振り返ることにするか。いいわね、私も言いたいあるあるがたくさんあるわ。よし、それじゃあスタートなんだぜ。まずは地下水道跡の罠についてだな。グローリー様が出てくるステージだが、ここの罠には多くの人が引っかかったんじゃないか。これは私もめちゃくちゃ引っかかったわ。この罠一体何段構えよって思ったものだわ。まさに不可避だな。地下水道跡をちょっと進むとまず猫が不自然にいるのよね。そうだな、そしてその猫に話しかけるとザパーン、敵と戦う羽目になるのよね。敵が弱いとはいえ、悔しい気持ちになるな。そうね、そしてそこから少し歩くと今度は空き缶が落ちてるのよね。この空き缶が落ちてるポイントについては、引っかかる人は半々くらいかもしれないな。さっきの猫でめちゃくちゃ警戒心が高まってるけど、でも何かアイテムとかが手に入るかもと思うと、思わず触ってしまうのよね。そして触ってしまうと案の定ザパーン、しかも特にアイテムが手に入るわけでもないから、やられたって感じね。そうだな、この辺りでプレイヤーは、もう二度と道のものには触らないと決意するわけだな。そうそう、そうしたら次はチーズが出てくるのよね。さすがの私でもこのチーズはスルーしたわ。ここまで来れば、おそらく引っかかる人はかなり少数だろうな。でも気になるものをスルーできない人は、ここでも触ってしまうかもしれないな。それで散々ひどい目に遭った後に、ようやくセーブポイントが出てくるのよね。とりあえずセーブしたいと思って急いだら。ザパーン。最後のこれが一番まんまとやられたという感じだったわ。これ回避できる人いるのかしら。おそらくここのセーブポイントはほとんどの人が引っかかったんじゃないか。でも自分が初めて引っかかった時は悔しいんだけど、その後人が引っかかってるのを見ると、なぜかめちゃくちゃ嬉しいのよね。ああ、わかるかもしれないな。それに悔しい思いはするけど、それもいい思い出になるから、初見ではこういうのには引っかかってほしいよな。こうしてあるあるネタとして、後になってみんなと思い出を共有できるのもいいわよね。そうだな。霊夢は2周目をプレイした時は、カエルの名前は何にした？それはもちろん。カエルよ。そこはグレンと言って欲しかったところだが、一応2周目でキャラクターの名前を変えるのが結構あるあるだな。名前を変えるのね。カエルなだけに。どうした？まあ冗談はさておき、正直かなり悩んだわね。グレンという本来の名前を付けさせてあげたい気もするし、でもカエルという名前にも愛着が湧いているし。確かに名前に愛着が湧いている分、実際にカエルかどうかは悩ましいところだな。ロボを仲間にした時も、一度はプロメテスっていう名前を付けてみたんだけど、違和感がすごくて、やっぱりやり直してロボにしたわ。確かにプロメテスという名前は、そこまで頻繁に出てくるわけじゃないから。ロボに比べると愛着も薄いし、ちょっと冷たい感じがしちゃうかもしれないな。そうそう、プロメテスにして思ったのが、やっぱりロボはロボってことだったわ。ロボという一見無機質な名前が、1周目のプレイによって温かみを感じるようになるっていうのは不思議なことだな。ちなみに魔王の名前はどうしてた？魔王の名前って本来は確か邪気だったわよね。これもだいぶ迷ったわ。邪気という名前もいいんだけど、魔王の場合、名前を消すとその後漢字を入力できなくなるから。やっぱり漢字が良くて魔王のままにしたわ。確かに唯一漢字の名前で、しかも消したら元に戻せないというプレミア感は大きいな。そんなわけで私は結局変える、ロボ、魔王のままだったわ。2周目で名前を変えるっていうのもあるあるなんだけど、いろいろ悩んだ末、結局2周目も名前を変えずにやってしまうっていうのもあるあるなのかもしれないな。
だからこそ私はみんなが2周目でどんな名前をつけたのか気になるわね。そうだな。ちなみに私はグレン、ロボ、魔王派だったが、よければみんなの意見もコメントでもらえるとありがたいんだぜ。よろしくねー。ちゃんと回れないっていうのは、どこのイベントのことかしら。これは初めて時の最果てに来た時だな。魔法を覚えるためにスペッキオのところに行くんだが、部屋の柵に沿って、時計回りに3回回れという指示が出るんだ。ああ、あったわね。確かにこれ意外と難しいのよね。壁が斜めになってるから、十字キーの上下左右を動かすだけで壁伝いには移動できるんだけど、そのまま勢い余って、扉から出ちゃったりするのよね。そうそう、逆に扉を意識しすぎて扉から離れたりすると、回れてないことになったりして、またやり直しになったりするんだよな。そうそう、それで失敗すると、ズルダメ、って言われるんだけど、ズルじゃなくて、実力でこれなんだけど、どうしたらいいのって思ったわ。とはいえ、大抵は2回くらいで成功するから、そこまで苦労はしないんだが、この映像を見る感じだと、霊夢はだいぶぐだってるな。言い訳をさせてもらうと、私が今回プレイした時は、コントローラーが古すぎて、十字キーがうまく効かないからかなり苦労させられたのよ。霊夢のプレイ動画を見ていたら、たまにカーソルが突然挙動不審な動きをしていたが、そういうことだったのか。そうね、十字キーが効きにくいから、強く押したら、カーソルがあらぬ方向に飛んでいくのよね。それだと RPG 以外のゲームは厳しそうだな。まあ今のところクロノトリガーをやる分には問題ないわ。そのうちマリオカートやストリートファイター2の動画も撮ってもらおうと思ったんだが。あら、それは楽しみね。今度ちゃんと新しいコントローラーを買ってくるわ。頼んだぜ。次はリーネ広場での遊び要素についてだな。懐かしいわね。私はやっぱり、ゴンザレスと戦うと15ポイントもらえるから、ゴンザレスとかなり戦った記憶があるわ。ああ、まさにあるあるだな。あそこはゴンザレス専用の BGM が聴けるのも良かったな。あの BGM とゴンザレスが歌ってる歌詞が合うのかと思って歌ってみるんだけど、なんだかしっくりこないのよね。そうだな、歌詞と BGM がマッチするのか、それとも全然関係ないのか、知ってる人がいたら教えてほしいな。そうね、それで何回か戦っていくうちに戦闘が面倒になってきて、ゴンザレスで15ポイントもらえるのが、本当に効率いいのかだんだん疑問に思ってくるのよね。まあそういう時には他のミニゲームもたくさん用意されているのがいいところだな。そうね、私は鐘を鳴らすミニゲームも好きだったわね。1ポイントしかもらえないんだけど、何回連続で成功するかとかチャレンジしてた記憶があるわ。あのミニゲームは意外と判定がシビアで難しかったりするんだよな。あとはリーネ広場での私の中のあるあるは、おじいさんのお弁当を食べることね。ああ、あったな。それで後の裁判でそのことをつつかれて、有罪にさせられるんだよな。あれは子供ながらに、避けるのは無理だと思ったわ。だってあんな目立つ色で置いてあったら普通調べるじゃない？しかも調べた後に、食べるかどうかの選択肢も出ずに勝手に食べちゃって、まさかこんなことになるなんて。まあ確かにリーネ広場には、裁判に関する罠がかなり散りばめられているな。私、本当に取るつもりはなかったのよ。おじいさんが楽しみにしている、あのお弁当がどれほどの。わかった、わかったから。それに回るとぶつかった後に、ペンダントを拾いに行くと有罪っていうのもだいぶ罠だよな。そうね、ちなみにこのイベントで全部有罪になる選択をしたら、現実の世界ではどのくらいの罪に問われるのかしら。考えたこともなかったな。でもそれを調べてみるのも面白そうだな。いつかまとめて動画にしてみようなんだぜ。楽しみね。さて今回はクロノトリガーのあるあるについて振り返ったが、どうだった霊夢？自分にとってはあるあるでも、人にとってはそうでなかったり、逆にそういうあるあるもあるんだなっていうのも知れて面白かったわね。そうだな、クロノトリガーのあるあるネタっていうのはもっとたくさんあるはずだから、みんなの中のあるあるネタもぜひコメントで教えてほしいな。みんなのコメントをもとに、あるあるネタの第2弾を作るのも面白そうね。そうだな、このチャンネルもまだ始まったばかりだからみんなと一緒に作り上げていくっていうのも楽しそうだな。いいわね。このチャンネルでは引き続き、クロノトリガーやその他スーパーファミコン時代の名作について、解説なんかをしていく予定だぜ。この動画を見てみんなにも懐かしいと思ってもらえたら嬉しいわね。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。